見事水神祭が上がりました。土屋みなみ選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。恥ずかしい。でも1走目で水神祭ですからよかったです。うん、あの番組でいきなり1号艇だって分かる瞬間があるわけじゃないですか。はい、どうでした？マジかってなりました。でも、うん、なんかあチャンスだなとは、初日でやっぱみんながなかなか忘れてない中なんで、とりあえず、はい、決めたいと思いました。チャンス生かしましたね。よかったです。いい集中できたんじゃないですか。そういう意味ではそうですね、いい緊張感を持てていきました。はい、あの岡山支部の土屋選手ですけれども、はい、やっぱり岡山女子レーサー強いなってすごいイメージはあるわけですが、土屋選手から見てその岡山の先輩たちってどんな印象になるんですか？もうなんか言葉で表せれないんですけど、もう本当にレースの面ではすごく尊敬するし、でもすごいなんか同じ目線になってすごくいろんなアドバイスくれたり寄り添ってくれたりして、私にとっては本当にもうかけがえのないというか、すごく支えになってます。本当にいい先輩たちが揃って。そうですね、いきなりいい報告ができるなって感じですね。いい環境でやらせてもらってます。そうですね、まあ、あの白星スタートですから、まあ、この後も楽しみにしたいですし、あの、ね、先輩という意味ではあの倉持先輩も、はい、ね、もちろんいるシリーズですけれども、はい、切磋琢磨していきたいですね。そうですね、うん、もうリリー様も大好きなので、うん、一緒に頑張りたいです。あの、ね、あのみんなで密にっていうわけにはいきませんけど、いいお酒がまた飲めれば。そうですね、うん、はい、ぜひとも、ね、そんなシリーズにしていただきたいと思いますし、はい、ファンの皆様は、まあ、画面越しで応援する形になりますので、改めてメッセージをいただけますか？はい、画面越しにでもたくさんアピールできるように頑張るので、たくさん応援してください。では最後にドチャンコポーズをお願いします。はい、せーの、ドチャンコ。ありがとうございました。ありがとうございます。ボートレース玉川レディースチャンピオン、初日が終了ということでございます。ピットでドチャンコ情報局ご覧いただきまして本当にありがとうございます。初日は意外と逃げましたかね。まあ明日以降はね、どういう傾向になるかまたお楽しみをいただきたいというふうに思いますし、ピットでドチャンコ情報局は明日以降も盛りだくさんでお届けをいたしますので、ぜひとも公式 YouTube ご覧をいただきたいと思います。ではまたお会いいたしましょう。ドチャンコ。